また中野区ではきのう新型コロナウイルスに関する臨時休業となっている区の施設の今後の対応について発表し区立幼稚園、小中学校などは春休み明けの来月6日から再開するとしました春休み明け以降の対応について区立の小中学校は4月6日に始業式を実施6日から10日までは給食なしの午前授業となります 入学式は小学校が6日、中学校は7日、時間を短縮、規模を縮小して行われます。区立幼稚園について、始業式は4月6日、入園式は8日に、どちらも時間を短縮、規模を縮小して行われます。なお、区立保育園と私立保育園は通常通りの開園となっています。 児童館やふれあいの家キッズプラザ子育て広場についてはきょう25日まで休館あす日26日から4月5日まではそれぞれ学年や対象を区切って利用を再開します学童クラブについて4月5日までは曜日,祝日,をあ日曜、祝日を除き午前8時から午後7時まで開設6日以降は決まり次第発表されます 区立図書館は、4月15日まで閲覧席を含む館内利用などの一部のサービスを中止します。区民活動センターは、4月15日まで現行通り貸し出しを中止16日、16日以降再開される予定です。健やか福祉センターや高齢者会館などの保健・福祉施設については、4月15日まで現行通り貸し出しを中止、 16日以降再開される予定です文化・スポーツ施設について中野ゼロ・野形区民ホール・中野芸能小劇場は4月20日まで指定管理事業を中止中野体育館は4月15日まで教室やトレーニングルームなどの個人利用を中止します歴史民族資料館哲学堂スポーツコミュニティプラザ 上高田運動施設の貸し出しについては事業実施の主催者の判断としていて新型コロナウイルスの感染予防を利用にキャンセルがある場合使用料は期限付きで全額返金されます。 なお、これらの対応について、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽変更となることもあります。状況は日々刻々と変化しています。マスク不足や感染拡大に便乗した嘘や詐欺も出回っています。正しい情報をもとに対応・対策を行ってください。